緒。バイキンマンもこんなバイキンマンもあるんだね。これ何バイキンマンっていうのかな。ね、ちょっと見えるかな。こんな感じ。普通ね、普通バナナ食べてたりとか、まあウッシシとかいろいろあるんだけど、こんなバイキンマンもあるんだね。赤ちゃんバイキンマンなのかな。じゃあ次のさておき。じゃじゃじゃーん。今日はこちらアンパンマン病院セットね。これで遊んでみたいと思います。この病院セットを開けると中にはこんな感じで入ってるんだね。で、瓶を開けるといろいろ入ってるんだけど、まずはこの、聴診器、もしもしってねやるんだよね。バイキンマンがお腹が痛いよって来たら、これでもしもしやってあげるんだね。これ聴診器。そしてこれかな、みんなのお家にもあるかな、体温計ね。体温計はね、こうやって動かすと36度、これは平熱だから元気だね。こうすると熱が上がって38度、お熱があってしんどいですね。こうやって変えれるんだね。あ、真ん中の37度っていうのはこれ微熱だね。じゃあバイキンマン測ってみようか。はい、あ、平熱だね。もう一回測ってみようか。大丈夫みたいなんだけどね。あ、38度だ、やっぱり。バイキンマン熱があるよ。風邪ひいたのかな。中には、ほら、注射器もあるんだね。こうやって押すと注射ができるんだね。そして、ピンセット。これで悪いところをつまんで取ったり、ね、消毒するときに使ったりするんだね。他にも、アンパンマンのハサミ、そしてアンパンマンのお皿、これはバインダーだから、ここに、お腹の調子が悪かったとかそういったのを書く問診票みたいなやつのバインダーだね。そしてお薬、これはお薬だね、お薬ボトルと錠剤のお薬とかあるんだね。これをこういったところに出してあげて、どうぞお大事にっていうことだね。じゃあバイキンマン、お大事にね。ついでに注射を打っとこうかな。じゃあ注射打っとくね。プシュ。あ、これでもう元気だよ。じゃあお大事に。またね。みんな楽しかったかな。また他の動画も見て楽しんでね。みんな動画は楽しかったかな。じゃあ次の新しい動画が見れるようにチャンネル登録しておいてね。またおすすめの動画は上の3つの動画になります。ハテナになっているので、どの動画がいいか探してみてね。はい、皆さんこんにちは。今日はアンパンマンの、病院セットで遊んでみたいと思います。まずは、バイキンマンごめんね。よいしょ。バイキンマンもこんなバイキンマンもあるんだね。これ何バイキンマンっていうのかな。まあ、これね、ちょっと見えるかな。こんな感じ。普通ね、普通バナナ食べてたりとか、まあウッシシとかいろいろあるんだけど、こんなバイキンマンもあるんだね。赤ちゃんバイキンマンなのかな。じゃあ次のさておき。じゃじゃじゃーん。今日はこちらアンパンマン病院セットね。これで遊んでみたいと思います。この病院セットを開けると中にはこんな感じで入ってるんだね。で、瓶を開けるといろいろ入ってるんだけど、まずはこの、聴診器、もしもしってねやるんだよね。バイキンマンがお腹が痛いよって来たら、これでもしもしやってあげるんだね。これ聴診器。そしてこれかな、みんなのお家にもあるかな、体温計ね。体温計はね、こうやって動かすと36度、これは平熱だから元気だね。こうすると熱が上がって38度、お熱があってしんどいですね。こうやって変えれるんだね。あ、真ん中の37度っていうのはこれ微熱だね。じゃあバイキンマン測ってみようか。
はい。あ、平熱だね。もう一回測ってみようか。大丈夫みたいなんだけどね。あ、38度だ、やっぱり。バイキンマン、熱があるよ。風邪ひいたのかな。中には、ほら、注射器もあるよね。こうやって押すと注射ができるんだね。そして、ピンセット。これで悪いところをつまんで取ったり、ね、消毒するときに使ったりするんだね。他にも、アンパンマンのハサミ。そして、アンパンマンのお皿。これはバインダーだから、ここに、お腹の調子が悪かったとか、そういったのを書く問診票みたいなやつのバインダーだね。そして、お薬。これはお薬だね。お薬ボトルと、錠剤のお薬とかあるんだね。これを、こういったところに出してあげて、どうぞお大事に、っていうことだね。